伊達政宗は、令和国と道の区国の武将、戦国大名。伊達氏の第十七代目当主。近世大名としては、仙台藩の初代藩主である。幼少時にわずらった放送により右目を失明し、赤岩となり、昔、中国のある武将をもとにされ、後世、独岩流の異名がある。小室徹作伊達政宗騎馬図永禄十年八月三日。 では国米沢城で、伊達市、第十六代当主、伊達明衆の着男として、性質である、最上義盛の娘、義姫から生まれた。陽名は梵天丸。天正五年十一月十五日、元服して、伊達藤次郎正宗と名付けられる。意味名の、正宗は、父、輝き衆が、伊達家中高の祖と言われる、室町時代の第九代当主。 大前大部正宗にあやかって名付けたもので、この大前大部正宗と区別するため、当時郎を正宗と呼ぶことも多い。梵天丸はこの意味名を固辞したが、父の輝き衆より強いて名ぜられた。資料上にも、正宗と書かれたものがいくつかあるが、これは、語気や、区別のための書き違えである。伊達家はそれまで、 足利将軍からの一時配慮を監修としてきたが、正宗の元服に際しては、当時、織田信長によって慶より追放されていた、足利義明からの一時配慮を求めなかった。天正七年十月、仙道の戦国大名であった三春上主、田村清明より、今儀の相談があり、御入予の日取り、露子慶語等愛ととのう。その冬、正宗が十三歳の時、 清明の娘、当時12歳の愛希を正室に迎える。伊達郡柳川城で、古史の引き継ぎが行われ、伊達城日、遠藤元信良に守られて、雪深い板谷峠を避け、小坂峠、七家宿、新宿峠を経て、米沢城に入居した。天正九年五月上旬、隣接する戦国大名、相馬市との合戦で、幾郡に出陣、偉人を飾る。また、 この頃から、輝き衆の代理として、田村氏や足名氏との外交を担当しており、足名森高が、大相馬市戦で援軍を送ったのは、正宗の働きかけによるものである。伊達正宗の馬印、伊達正宗の馬印天正12年10月、父、輝き衆の隠居に伴い家督を相続し、伊達屋第17代当主となる。この時、 正宗は若年を理由に辞退を申し出たが、一問、重心の勧めを受けて、家督を譲り受けている。仙台藩の公式記録である、伊達治虫や記録では、家督相続を10月6日から22日の間の、出来事と記し、これについては、原存資料でも、輝き衆の党首としての発給文書の終わり見が10月5日付で、 正宗の党首としての発給文書の所見が10月23日付の上、輝き衆院居の知らせを聞いた、石川明光からの問い合わせに対する回答と伝えられているため、この推定はほぼ正確と思われる。この党首交代について、小林清治は10月6日に、合図の足名ナ森高が、家臣に暗殺されたことを受けて、輝き衆がかつて、足名ナ森氏に対して、 自分の次男が成長したら、森氏の養子にする案を示した書状を交わしていたことを、理由に、9月に生まれたばかりの森高の維持、アシナ亀大丸ではなく、実施の小次郎を、アシナ氏の当主に送り込もうと計画した。しかし、日立の佐竹義重がこれに反対して、アシナ野中に対して亀大丸の家督相続を支持する、書状を送ったために小次郎の入り継ぐ計画が失敗し、 それが引き金になって、輝き衆の隠居及び正宗による足なしとの同盟破棄につながったと唱えている。これに対して、柿内和隆は正宗は、家督継承直後は、足なしとの関係を修復する意向を持っていたとして、輝き衆の隠居は、足なしの家督問題そのものよりも、隣国の当主の不慮の死とそれに伴う混乱を見て、 こうした危機を回避するために自分が健在のうちに次の当主への交代を決めたとしている。オバマ上主大内定綱は、日本松上主畠山義継と手を組み、田村氏の支配から離脱していた。大内氏は、足名氏の支援を求め、田村氏は、伊達氏の支援を求めることになった。こうした状況を受けて、足名森高と、畠山義継は、 輝き修夫氏に対して、田村氏と大内氏の和睦を持ちかけていた。一方、家督継承前から、足シ氏との外交に関わってきた輝き修も、足シ氏や岩木氏と田村氏の和睦の仲介に当たろうとしていた。しかし、前者は、田村氏の子である正宗が拒否し、後者は森高没後の足シ氏が受け入れるところとならなかった。伊達氏。 田村氏と足名氏、大内氏の和睦の不成立は、長く続いた伊達氏と足名氏の同盟に終止符を打つ、ことになる。天正十三年五月に、足名領ひばるを攻めると、八月には、大内領お手森城へ兵を進め、近隣諸国への見せしめとして、撫で切りを行い、城中の者を皆殺しにしている。大内定綱の没落を間近で見た吉継は和議を、申し出、 輝き衆の取りなしによりご家村のみを日本末領として安堵されることになった。ところが、輝き衆は諸領安堵の県などの霊園に来ていた、吉継の見送りに出たところをお拉致される。当時高狩りに出かけていた正宗は、急遽戻って、吉継を追跡し、鉄砲を放って、 輝き衆もろとも一人も残さず殺害した。この事件については、高狩り中の手勢がなぜか鉄砲で武装していたことを根拠に、正宗による父殺しの陰謀と見る説もある。その後、初7日、法要を済ますと、輝き衆の戸ぶらい合戦と称して、日本末城を包囲。 11月17日、日本末上救援のため集結した佐竹氏率いる、約3万の南尾州諸公連合軍と足立軍人取り橋で激突した。数に劣る伊達軍は改装し、正宗自身も矢玉を浴びるなど、危機的状況に陥ったが、殿軍を務めた老、老身、鬼は左月際の防戦によって、退却に成功し、翌日の佐竹軍の撤兵により、 窮地を脱した。なお、この年の3月、大木町天皇は、織田信長の比叡山焼き討ちによって消失した、延暦寺の根本中道などの再建への助力のために、正宗に対し、献金と引き換えに、三作守への助任を脱進した。しかし、正宗は、周辺情勢の緊迫化によって助力が困難である、ことから、同年うるう8月に正宗は会見した。 少年院の死者に対して、未作守るの事態を正式に通知している。ところが、この時の臨時と、口千安は、この件を仲介しようとしていた、少年院で宙に浮いてしまい、正宗の死から80年以上経った、教法7年になって、少年院から、仙台藩主立吉村に引き渡されたため、この序人が、地下記録などの後世の資料に史実として、記載されている。 天正14年4月、正宗は自ら出馬して、日本松城を包囲、畠山氏は、当主、国王丸を立てて、必死に抵抗する。7月、相馬義種の仲介で、伊達氏と足名市の間で和議が結ばれ、国王丸は、日本松城を明け渡して、合図の足名市のもとに亡命すこととなった。これによって、日本松畠山氏は事実上滅亡した。 その後、マ宗は、佐竹氏や他の南尾州諸行との和議を進め、一旦は平和を回復した。ところが、11月に足長目若丸がわずか3歳で、急死すると、佐竹義重は、自分の子である義弘を、足なしの当主に擁立した。しかし、義重は事前に、白川祐樹氏、岩木氏などに義弘の擁立に関する同意を取り付ける。一方で、 弟の小次郎を要すると見られた政宗には何ら、通告を行わなかった。これを、佐竹氏による伊達氏排除の意思と見た政宗は、佐竹氏との全面対決を決意することになった。天正十五年十二月、関白、豊臣秀吉は、関東、大宇の諸大名、特に、関東の北条氏と欧州の伊達氏に対して、総武事例を発令した。しかし、政宗は、 秀吉の命令を無視して、戦争を続行した。天正16年2月、北方の大崎鹿中の内紛に介入して、兵一万を進攻させたが、黒川春氏の離反と大崎方の抵抗に、相敗北した。さらに正宗の反感を強めていた叔父、も上義光が義光の義系、大崎側に立って参戦し、伊て両各地を最上勢に攻め落とされた。 時を同じくして、大崎合戦に乗じて、伊達領南部に、足なし、相馬氏が進行して、苗、大多城を落とされてしまう。しかし、南方戦線において、伊達城実による、大内定綱の調略が成功。北方戦線では5月に、最上氏との間に割って入った母、義姫の懇願により停戦し、体制の立て直しが行われた。7月、最上氏及び、 足なしと和義が成立して、窮地を脱出し,し、愛機の実家、田村資料の確保に成功した。9月、金山修洗井を通じて、豊臣秀吉へ教順を示し、秀吉は、天正17年前半の上落を求めた。天正17年2月26日、正宗は落馬で左足を骨折して、療養に入る。その隙をついて4月になると、岩木常高が、 田村良に進行を開始し、相馬義種もこうした。怪我を治した正宗は5月になって、ようやく出陣するが、足名方の片平地勝長正宗に基準したと知ると、方向を一転して、合図方向に向かうことになる。5月から6月にかけて、合図の足名義宏と争い、万代三六のすり上原で破った。破れた義宏は、黒川城を放棄して、 実家の佐竹家に逃れ、ここに、戦国大名としての足なしは滅亡した。この頃になると総武事例を遵守して、欧州への介入に及び腰になっていた佐竹氏側から、結城吉地下、石川明光、岩木熱太からが、次々と建て方に転じて、正宗に服属し、なおも抵抗を続けていた二階堂氏などは正宗により、滅ぼされた。 秀吉は教順と総武寺を保護にされた形となり、合図から撤退しない場合は、大江出兵することを明らかにした。この時、政宗は、現在の福島県の中通り地方と合図地方、及び山形県の大玉地方、宮城県の南部を両自全国的にも、屈指の両国規模を築いた。これに加え上述の白川祐樹氏ら南道の区の諸豪族や、 また現在の宮城県北部や岩手県の一部を支配していた大崎市、河西市も、正宗の勢力下にあった。天正17年11月、五法上氏が、稚田領へ侵攻したことにより、豊臣氏により性抜が行われることになった。正宗は、父、輝き州の時代から五法上氏と同盟関係にあったため、秀吉と戦うべきか、小田原に参陣すべきか、 直前まで迷っていたという。秀吉の小田原行為中である天正18年5月に、豊臣廃下浅野長政から、小田原三人を催促され、正宗は5月9日に、合図を出発すると、米沢、小国を経て同盟国上杉影か圧の所領である、越後国、品濃国、海の国を経由して、小田原に至った。 秀吉の兵動員数を考慮した正宗は秀吉に、服属し、秀吉は合図領を没収したものの、伊達家の本領72万国を安堵した。この時、地産の質問に来た、前田利家らに千利休の茶の指導を受けたいと申し出、秀吉らを簡単させたという。この行為は、秀吉の派手好みの性格を知っての行いと伝えられている。 正宗が秀吉に服属してほどなく、北条氏政、氏直親子は秀吉に降伏し、秀吉は、宇都宮城で欧州仕置きを行った。ここに秀吉の日本統一が達成されたが、正宗は、藍津りなどを失い道の区ではのうち十三軍、およそ七十二万国に減冬されている。この、宇都宮の地において、宗家筋にあたる中村次長に接見したとされている。 翌天正19年には、ガモウジサと共に、笠サ大崎一騎を平定するが、正宗自身が一騎を先導していたことが露見する。これは宇ジが、正宗が書いたとされる、一騎税宛の書状を入手したことに橋を発する。また、京都では正宗から京都に、人質として差し出した夫人は偽物である、一騎税が立てこもる城には、 正宗の上りや旗が立てられているなどの噂が立ち、秀吉の耳にも届いていた。関門された正宗は上洛し、一気先道の書状は偽物である宗を秀吉に弁明し許されるが、本拠地であった長井、忍伊達を含む六軍の代わりに、一気で荒廃した火災、大崎十三軍を与えられ、米沢城七十二万国から、 玉作り軍団主宅城へ58万国に現天保された。この頃、秀吉から、橋場の名字を与えられ、本拠の岩出山城が、大崎市丘陵であったことから、正宗は、橋場を大崎自重と称した。文禄2年、秀吉の文禄の役に従軍。従軍時に、正宗が、伊達家の部隊にあつらえさせた戦装束は、非常に、絢爛豪華なもので、 上落の道中において交換の噂となった。三千人もしくは千五百人の軍勢であったとの記録がある。他の軍勢が通過する際、静かに見守っていた京都の住民も建勢の軍装の見事さに歓声を上げたという。これ以来、派手な装いを好み着こなす人を指して建物と呼ぶようになったと伝えられる。朝鮮半島では、 民との和平交渉中の日本軍による朝鮮南部沿岸の築城に際して不審を免除されていたにもかかわらず、秀吉からの兵糧の支給を断って積極的に参加するなどして活躍した。ちなみに政宗は、慶長の役には参加していない。文禄二年以降、浅野長政が取り次ぎとして、伊達政宗と豊臣政権の取り次ぎとなっていたが、 文禄5年8月14日付の書状で正宗は、長政の態度に我慢がならずに絶縁状を送りつけて、絶好を宣言した。秀吉に早くから服属して御退老に選ばれたような、大名たちとは異なり、正宗は、北条氏と同盟して秀吉と対立するなどし、ほぼ最後に服属した大名だったことから、豊臣政権で重く用いられることはなかった。文禄4年、 秀吉から、無本の疑いをかけられた、関白、豊臣秀次が切腹した。秀次と親しかった、正宗の周辺は緊迫した状況となり、この時母方のいとこにあたる最上義光の娘、駒姫は、秀次の側室になるために上京したばかりであったが、秀次の妻子らと共に処刑されてしまう。正宗も、秀吉から無本への関与を疑われ、 伊予国への原天法を命じられそうになったが、湯予の目影康、中島宗元の次期祖の会もあって、最終的には赦免された。ただし、在京の重臣19名の連署で、正宗が範囲を疑われた場合には直ちに隠居させ、家督を平五郎に継がせる宗の制約をさせられている。秀吉の死後、正宗と後大老、徳川家康は、天下人であった。 秀吉の遺言を破り、慶長四年、正宗の長女、五郎八姫と家康の六を松平忠照を婚約させた。伝尊の基本資料を転居とする限り、家康と正宗をはじめとする諸大名の延辺は、ハット違反の資惑として、その是非を論ずることはできないとする説もある。この問題の決着が、罰則なしの和解になったことも、 なき秀吉に代わる魚意の存在を明らかにできないなど、法の整備がされておらず、厳密に運用できなかったためである。家康の遠辺問題を違法な私、今とみなす通説は、一方的で客観性に欠ける。豊臣秀吉死後の慶長5年、家康が、合図の上杉影勝討伐の軍を発するとこれに、従い、7月25日には、 とさかまるのが守る白石城を奪還した。家康が機内を離れた隙をついて五奉行の石田、三成らが、毛利輝元を総大将として、家康に対して挙兵したため、下屋国小山まで北上していた家康は西へ引き返す。翌月、家康は正宗に対して、岩出山天保寺に没収され、この時点では、噛杉領となっていた。 九両六軍四十九万国の領土の自力回復を許す旨の書状を送っている。これは正宗が南部都市直領の輪が冷え抜き兵への進行許可を得るため南部市が西軍に通じているとしきりに家康に訴えていたことからお墨付きを与えることで正宗が対上杉戦に集中するよう仕向けたものであった。 同年9月、関ヶ原の戦いが勃発。西軍の上杉家主月進、直江え金が指揮を取る軍が、東軍の最上氏の領内に侵入すると、東軍に属した正宗は、最上氏からの救援要請を受けてよじ、留守正影が指揮する3000の兵を派遣し、9月25日には、もには綱元が、上杉領の勝田軍湯原城を攻略した、関ヶ原の戦いが、 徳川方の勝利に終わり、なおえ兼次もまた、もがみ吉光に敗れて、米沢に逃げ返ると、正宗は自ら兵を率いて、伊達、忍軍奪還のため国見峠を越えて南進し、10月6日に、福島城主、本城茂町の軍勢と衝突する。宮代表の野戦では、威力偵察に出た、大宝寺義勝が指揮を取る上杉軍を破ったものの、続く。 福島城方位戦では、重町の固い守りに阻まれて工場に、失敗、さらに、上杉軍の別動隊に補給線を立たれたため、翌日には、北目城へと撤退した。この後、翌年春頃まで、幾度か、福島城攻略のために出兵したが、結局は、所詮の失敗を取り戻せず、給料六軍のうち奪還できたのは、道の区国勝った軍2万国のみであった。 加えて、正宗が南部領内で発生した、我が忠鹿による一揆を先導し、白石宗直らに命じて、忠鹿を支援するため南部領に四千の兵を侵攻させていたことが発覚した。この一件は、最終的には不問に付されたものの、正宗が希望した恩賞の追加はことごとく却下され、領地は六十万国となった。だて政宗から、 ローマ教皇に当てられた諸官関ヶ原の戦いの後、徳川家康の許可を得た正宗は、慶長6年、居城を仙台に移し、城と城下町の建設を始めた。ここに、伊達正宗を藩祖とする仙台藩が誕生した。国高62万国は、加賀藩、前田市、薩摩藩、島津氏及び、福井藩、越前松平家に次ぐ、全国第四位である。 徳川幕府からは、松平の名字を与えられ、松平むつ守るを称した。仙台城は、山城で天然の地形を利用した防御であるものの、仙台の城下町は、全面的な開発であるため、延べ100万人を動員した、大工事となった。藩内の当地には48箇所の館大木河神を、配置した。正宗は、仙台藩とエスパーニャとの通称を起とし、 慶長18年、仙台領内において、エスパーニャ国王、フェリペ3世の施設セバスティアン・ビスカイノの協力によって、ガレオン戦、サンファン、バウティスタ号を建造した。マサムネは、家康の承認を得ると、ルイス・ソテロを外交施設に任命し、家臣、ハセクラ・常ながら一行184人を、ヌエヴァエスパニア・エスパーニャ、エスパーニャ、よびローマへ派遣した。慶長8年以降は、 爆心との交際が多くなる。爆心への接近は、情報収集の一端であり、様々な贈答品に心を砕いたり、主演、歌会、茶会、農見物等に懸命であったりした。慶長18年に、高田城の不審のために、越後国にいた正宗から愛機に送った書状には、春秋の季節感や天然自然の草木、花鳥風月について、 仏教の無情観を土台に語りかけている。枕の奏子や、つれずれ草が引用され、源氏物語の、花園の一句で締めくくるなど、その文言は交渉である。夫婦仲が疎遠どころか、複雑な心象を伝える間柄であったことがわかる。慶長19年の大阪冬の陣では、山和口方面軍として婦人した。和議成立後、伊達軍は、 外堀埋め立て工事の任に当たる。その年の12月、将軍秀忠より、伊予国和軍に領地を賜り、後に、所長氏の秀宗による、宇和島藩の立藩となった。翌年、慶長20年の大阪夏の陣では、道明寺の戦いで、後藤元寺らと戦った。元寺は、伊達家家中、片倉重長の攻撃を受けて負傷し自陣したと言われる。 同僚寺口の幼少小松山に婦人をする、後島隊を壊滅させた山戸方面軍は、本田村に兵を進めるが、ここで、伊達隊は、真田信繁の反撃を受けて、後退を余儀なくされた。これに対し先方大将の水野勝成は、正宗に、真田隊への再攻撃を再三にわたり要請するが、正宗は、弾薬の不足や、兵の負傷などを理由に、これを、 ことごとく拒否し、最後は、正宗自ら、勝成の陣に赴き要請を断った。このためのぶは、悠々と大阪城に、引き返し、関東勢100万と総来度ど、男たるは一人もなきに見えにしそうろうと嘲笑したと、いう。なお、本田村での戦闘中に、青州勢は、水野家、家中三人を、味方打ちにし、水野家の馬を奪っているが、勝成は、 政宗の軍勢を待ち伏せに紙兵を切り殺して、馬を奪い返した。しかし、これに、政宗が異議を唱えることはなかった。一説によれば、翌5月7日の天皇寺の戦いで政宗は、船場口に進軍し、赤嶋政サ隊と交戦していた、水野勝成勢の神保将主ゲ隊、約300人を、味方打ちにしたという。神保隊は全滅し、 愛茂自身も討ち死にして維新が、水野勝成らを通じて、正宗に抗議するが、正宗は開き直り、神母隊が、明石体によって総崩れになったため、これに自軍が巻き込まれるのを防ぐため仕方なく処分した。伊達の軍法には、敵味方の区別はないと主張したとある。この風文は、直後から、様々な興味と憶測を生み、 講談本では休息中の神母隊に有無を言わさずに、銃撃を加えたとする説や、手柄を妬んでの味方打ちとする説も書かれている。ただし、正宗がこの事件について、咎めを受けた記録はなく、幕府の記録にも、奮戦して死ストのみ記述されており、幕府が正宗に配慮し、抗議を目殺した、あるいは、水のけ家中への味方打ちに、 尾ひれがついた伝文が広まった可能性などが考えられる。なお、この戦で敵となった、真田信重の次男である、真田出身、長宗壁森地親の姉妹である阿こ姫とその息子、柴田町伊が、伊達家に仕えた。小室徹通作立正宗騎馬像。小室徹通作立正宗騎馬像世上が落ち着いてからは、もっぱら両国の開発に力を入れ。 後に低山堀と呼ばれる運河を整備した。北上川水系の流域を整理し、開拓、現代まで続く、国草地帯とした。この結果、仙台藩は表高62万国に対し、内高74万5千国相当の、農業生産工を確保した。文化的には、上方の文化を積極的に導入し、義士、大倉の招兵を行い、桃山文化に、 特徴的な聖言家霊さに、北国の特性が加わった様式を生み出し、国宝の大崎八幡宮、随岩寺、また、塩釜神社、道の区国分寺役指導などの建造物を残した。さらに、大見在住の義士、河村孫兵衛を招き、北上川の河口に、石巻港を設けた。これにより、北上川流域水運を通じ、 石の巻から回路江戸へ米を輸出する体制が整う。寛永9年より、仙台前が江戸に輸出され、最盛期には、今、江戸三分一は、欧州米なりと、演歌気団に記述されるほどになる。家康が亡くなると、松平忠てるは海域となり、忠てるに嫁いでいた長女の五郎八姫は離縁して、実家へ戻った。和令騒動では、 宇和島藩主になっていた秀宗と対立を起こして、幕府を巻き込んだ騒動になり、一時は正宗は、宇和島藩返上を幕府へ申し出るほどだったが、後に和解した。正宗は三大将軍、徳川家光の頃まで仕えたが、官営12年に、家光が、参勤交代制を発布し、今後は諸大名を家臣としてグースと述べると、正宗はいち早く進み出て、 命に背くものあれば、正宗目に討伐を仰せつけくだされと申し出たため、誰も反対できなくなった。家光は下城する正宗に、御信用に十丁の雛な銃を与えた。家光の知性になると、実際に戦場を駆け巡っていた、武将大名は、ほとんどが死去していた中、正宗は高齢になっても江戸散布を欠かさず、忠勤に励んだことから、家光は正宗を、 だての親父殿と呼んで仕立っていた。時に、家光に壊れて、秀吉や家康との思い出や、合戦のことなど、戦国時代の昔話をしたという。健康に気を使うま宗だったが、寛永11年頃から、食欲不振や嚥下に難を抱えるといった、体調不良を訴え始めていた。寛永13年4月18日、母、義姫を弔う。 お主人の落景式を終えた後、城下を散策した正宗は、京神峰に杖を立て、死後はここに埋葬せよと言った。そこが、後の随法殿である。二日後の四月二十日に参勤交代に出発した、正宗は急に病状を悪化させ、宿泊した郡山では、宴化困難に嘔吐が伴い何も食べられなくなっていた。四月二十八日に、江戸に入った頃には、 絶食状態が続いた上、腹に、腫れが生じていた。病を押して散布した正宗に家光は、5月21日に、伊達赤宮敷に赴き、正宗を見舞った。正宗は行随して、身を整え、家光を迎えた。しかしお目見え後に、奥へ戻る時には杖を頼りに何度も休みながら、進まざるを得なかった。5月24日の国司居。去年70。 死因は、食道癌と癌性腹膜炎の合併症と断定されている。伊達男の名にふさわしく、臨終の際、妻子にも死に顔を見せない、新域であったという。5月26日には、着難伊達忠宗むの医療相続が許された。遺体は、束帯姿で木管に収められ、防腐処置のため水銀、石灰、塩を詰めた上で籠に乗せられ、 生前そのままの大名行列により6月3日に仙台へ戻った。巡視者は、家臣15名、売審5名。将軍家は、江戸で7日、京都で3日人々に服もするよう命令を発した。これは、御三夜以外で異例のことであった。辞世の句は、曇りなき心の月を先立てて、浮世の闇を、称して造育く。伊達て正宗正 正宗の遺言に従って、両目を開いた状態で描かれている。正宗の肖像において、天然痘で失明した右目は白濁して見開いており、健全な左目は、より大きく見開いている。正宗の生前の希望に従い、右目を黒く描く肖像もある。また、たとえ病で失ったとはいえ、親よりいただいた片目を失ったのは不幸であるという、正宗の考えから、 死後作られた木造やガにはやや右目を小さくして、両目が入れられている。正宗が登場する、フィクションなどでは眼帯をつけているのが、多いが実際には現実にある各種の記録には目を、覆った様子はない。正宗役の俳優が、演技時に刀唾形をした眼帯などで右目を覆う、監修は、古くは1942年の映画、独眼、竜正宗において始まっている。 近年では右目を覆わない作品もあるが、創作において刀つば型の眼帯は、正宗の代名詞となっており、2016年のテレビドラマ、真田丸では、時代交渉を重視しつつも、誰だかわからないとして白い包帯という接中案を採用した。伊達正宗が、独眼流のあだ名で呼ばれるのは、江戸時代後期の儒学者、雷三葉の伏した漢詞にまで遡る。 山陽の没後、天保十二年に観光された、山陽以降に収められた、英史絶句十五5種の一つに、ま、サムネに台を取ったものがある。天保元年の作とされている。横作英風読この高肉星太もも裏、おさむぐ喫先、中原若見秋雲雨、河北根気独眼流独眼流は、もともと中国の東王朝末期、各地に拡挙した軍閥の首領の一人で、 その中でも、軍事的に最強と謳われた、李活用のあだ名である。例えば、史実外巻、対255に、少々皆これをかしこまる。活用一目微病なり、自陣、これを独眼流というとある。ただし、漢字の、病には、片方の目が見えないという意味と、一方の目が他方よりも小さいという意味とがあり、李活用がどちらであったかは、はっきりしない。 石岩の伊達政宗をあえて、利活用になぞらえたのは、山陽の史的独創に属する。菊の作は、矛であり、義の曹操が、石壁の戦いを前にして、陣中で武器を小脇に挟んで死を伏したという伝説に、基づき、北僧の素織が、全石壁符で林、主輪公横作不し、片一世の優也と歌い、一代の英雄として称えた、ことを踏まえる。 曹操に匹敵するほどの文武両道に秀出た英雄は日本では正宗だけだというのである。章句は同じく三国志の英雄、劉備の皮肉の端の古事を踏まえたもので、そんな英雄正宗も平和の訪れとともに軍を治め、体が生まったことを嘆くようになったことを言う。天空の中原は甲が中流域を指し、唐の首都長安。 福と洛陽を含む地域であり、古代印王朝、周王朝以来、中華文明の中心地として栄えた地である。当時は、利活用の修正の旧敵である軍閥、修禅中の支配下にあった。修禅中は後に、東王朝から定位を奪い、自らの王朝綱領を樹立する。ここでは、政治、経済、文化の中心地として、日本の近畿地方の比喩となっている。 運んは、戦乱の比喩である。結句の、河北は、現在の河北省の地ではなく、漠然と黄河の北側の地域を言い、利活用の本拠地信用が中原に対して、黄河の北方にあったことを指す。ここでは、日本の東北地方の比喩である。中原の戦乱が収束しなければ、つまり、織田信長や橋場秀吉による、天下統一事業が、あれほど、 急速に進展しなかったならば、東北地方全域が正宗の支配下に入っていたに、違いないと、山陽は正宗が、遅く生まれてきたことを惜しんでいるのである。また、正宗が、石岩の行者、満開常人の生まれ変わりであるという伝説は、正宗の存命中の慶長末年の頃、遅くとも、慶長19年には知られていた。江戸時代に、仙台藩第四代藩主、 伊達綱村が作らせた、伊達治や記録には、小田原三人前に、兄の野上義光に唆そそされた義姫によって、毒殺されそうになり、義姫を成敗する代わりに、弟の伊達小次郎を残殺したため義姫は実家に、逃走したと書かれており、これが通説となっていた。しかし実際には、義姫はその後も、伊達家に留まっており、政宗の朝鮮出兵の頃から、 母子は親しく手紙のやり取りをしている。義姫が、実家の山形城へ突如出本したのはこの4年後で、あることが一時資料からすでに明らかになっている。この、毒殺未遂事件の正体は、反政宗派一層のための狂言説もある。三大将軍家光は、京都の二条城へと参上する、際、御三夜でも許されなかった紫の馬の房を盾に、与えた。 政宗が病床に着いた際は医者を手配した上で江戸中の寺舎に海遊の祈祷を行わせ死の3日前には家光自らが見舞いに来た。政宗が亡くなると父、秀忠が死んだ時よりも嘆き入り江戸で7日、京都で3日の間折衝や遊興が禁止された。寛永5年3月12日、政宗は徳川秀忠を 仙台藩江戸屋敷に招待して共和をした。この時、正宗自らが秀忠の前に禅を運んだが、その時、秀忠側近の内藤正重が、伊達殿に、鬼見をしてほしいと声をかけた。正宗はこれに対して、激子と晴れぬことを、ひさる子正宗ほどの者がおなりを、猿自身御前を登るへ、鬼するところにては泣きぞ御前に毒をいるルールは、 はや十年前のことなり十年前にも、日本の神かけて毒などにて、殺したて祀るべきとは、夢思わぬぞ。一度は、乗り宿り来てこそとは思いこうと激怒して返答したと、正宗公五名五州に記されている。つまり、十年前なら、謀反を起こす気もあったが、その時でさえ、この正宗は毒殺などというせせこましいことはせず、一やり交えて、 戦おうとしただろうと正重を厳しく、叱責しているのである。長谷倉常長は、エスパーニャとの軍事同盟交渉の時、国王、フェリペ三世に対して、ま宗は、勢力あり。また優部にして、諸人が皆、皇帝となるべしと認める人なりと発言している。長谷倉常長は、ローマ教皇にも越見した。この時代の日本人が、 ローマ教皇に越見した史実は、日本の外交史の中で特筆される実績であり、今でも、スペインのコリアデルリオには現地に泊まった仙台藩士の末裔と推測される人たちが存在している。彼らは、日本を意味する、ハポンをせとして名乗っている。柳原義立作、伊達政宗公平和像軍器物、東欧ロシアワによれば、政宗は、幕府軍と天下をかけて、 戦うことになった場合を想定し、仙台五人のお触れにつけ打ちみという、幕府軍との決戦に備えた、頭上演習、すなわち作戦立案をしていたとされる。具体的には、名取川を人為的に決壊させて、仙台平野を水浸しにし、水を避ける、幕府軍を、仙台城の立つ青葉山、近隣の大念寺山、八木山におびき寄せて、山岳戦を仕掛ける。 欧州米流通で蓄えた豊富な資金をバックに、浪人を傭兵化、組織化し、疲弊した、幕府軍を江戸へと追撃し、勝利するというものであった。死である臨在州明神寺派の構想、虎なり層乙の影響を受け、明神寺達中、万刀院の大団落ちとなったほか、虎なりの勧めを受けて、松島の遠福寺を再興して、随岸遠福禅寺と解消し、同時は、 伊達氏の庇護のもと、江戸時代を通じて繁栄した。大戦寺で戦勝を祈願し、実際に勝利を得たため号を全勝寺と改めさせたと、いう。後に、綱宗が、側室のふ姫にちなみ交渉寺と改めている。兜の前立に使った、三日月など当時武将の間で流行していた、妙見信仰も影響している。様々な趣味を持ち、 太平の世になるとこれらに傾倒し、晩年は一日た,たりとも無駄に過ごすことがないほどだった。ことから、後世では、文化人としても評価されている。料理当初は、氷糧開発が主眼であり、岩手山名物の氷豆腐と納豆は、正宗の研究の末に開発されたものであった。仙台城の築城に祭祀味噌を製造するため、城内に五円素像を建て、 筑紫四国から職人を呼び寄せたのが、仙台味噌の始まりとされる。味噌の大規模な生産体制が確立されたのは、これが最初と言われる。戦国の世が終わると、兵糧の需要は少なくなったが、美食を極めることに目的を変えて、料理研究を続けた。正宗公五名五州には、地層とは旬の品をさりげなく出し、主人自ら調理して、 もてなすことであるという正宗の料理観が残されている。この金言は、和、洋、中を問わず後世の多くの料理人に感銘を与え、伊達家御用像が母体となっている、宮城調理製菓専門学校のほか、服部栄養専門学校などでも校訓に引用されている。こうした料理に対する正宗の情熱から、 今日の仙台名物が正宗の公案によるものだとする説がある。ずんだ餅や笹かまぼこが代表例だが、笹かまぼこについては、宮城県水産試験場の資料では、江戸時代中期に生まれたものとされている。酒も大変好んでおり、野牛胸のりに紹介された職人を招き仙台城に、酒の醸造所を建てるなどしたが、本人は、酒が強くなかったらしく。 二大将軍秀忠との面会の約束を二日酔いが原因で保護にした。将軍、徳川家光の御前で命亭し眠りこけたなど、酒にまつわる失敗談が多い。芸事若年から習っていた脳に傾倒しており、奥御将を太鼓の名人に弟子入りさせたほか、自身も豊臣秀吉や徳川家光の前で太鼓を打つなどしている。役者に淵を与えるなどしており、 晩年、脳に使用した費用は、年間3万国余りに及んだという。北七太夫長能の平門を回避するために、尽力するなどしたが、出来が悪かったとして帰った役者を連れ戻して、やり直しを命じるなど、トラブルも起こしている。秀吉が、吉野で課会を開き武将たちはそれぞれ鹿を読んだ時、正宗が最も赤に精鋭通し優れていた。この五種は、 直筆で残している。主催に関して、芝良太郎は、短編小説、馬上少年家具の中で、歴史上巧妙な武将のものとしては、古代中国の、曹操にも被験すべきものとしており、政治家としての側面にはその指針が反映されていない、ことも二人の共通点であるとしている。茶の湯に傾倒しており、古田織部に学んだ茶人でもある。晩年は、将軍、秀忠。 家光の茶会に商売した。こもたしなんでおり、直筆の文行記録を残している。監視にも精通しており、特に晩年に残した、水予口号が有名である。馬上少年家聖兵白髪多山無黒天店所、シャフラク税官、馬上少年杉ぎ具与大らかにして白らが、大志山無黒天店の許すところ楽しまずんばこれいかん、楽しまずして、ゼオ。 いかに戦前半の三句は、若い頃は馬に乗って、戦場を駆け抜けたが、世は大平になり、自分にも白髪が増えた。天に与えられた余生が残ってはいるがと、解釈できるものの、最後の句は、楽しまずんば、税関あるいは、楽しまずして、税をいかにせんと、全く違う二通りの読みと解釈ができる。正宗自身がどちらとも取れるように作った可能性も、あるが、 政宗の残した大きな謎となっている。美術桃山文化を好んでおり、建築や甲冑に影響が見られる。書に関しては有筆に頼らず実筆で書くことも多かった。公式な文章のほか家臣への連絡や令状、趣味の記録など、多数の書が現代にも残っている。顔は赤霊であるが、目の部分に針で穴を開けており、 一気を先導した証拠とされる密書の顔に穴がないと主張し、秀吉に偽書だと認めさせた。なお書に引い出ていたことから、相手との関係によって、複数の顔を使い分けており真相は不明である。秀吉と初めて対面した、際の様子を家臣に知らせる手紙では顔を間違ったと、訂正を書いている。絵画も足しなんでいたとされ、塩釜市の旧家には、 自筆とされる絵が保存されている。日本刀に関しては、諸大霧三つ田,田大栗から広光、国行鶴丸、黒ん坊切れ慶衆など様々な名刀を収集した、他、お抱えの刀工、初代仙台国包みを、腰中守正都に学ばせるなど力を入れていた。単なる美術品ではなく、伊達家の象徴や献上品など、 政治的な意味合いを有するものとして扱っていたと、される。健康法要情報が変わっており、冬に、こたつの片側を開けさせていた。朝は早く、目が覚めても、定時に、側のものが起こしに行くまでは起床しないというこだわりがあった。体の健康を常に気遣っていた。喫煙者で、毎日起床後、昼、睡眠前と、規則正しく3回タバコを吸っていた。 遺品に愛用のキセルがある。明治時代以降、伊達政宗の遺嚴とされる者が俗説としてルフしている。これらは、幕末から明治にかけて、三戸三国、林志平などの遺嚴とされ、伊達政宗の遺嚴としては、明治27年の高校総始第3.8の牧万六、仙台校門、政宗教威が所出だが、 伊達市に関連する資料の中にその根拠となるものは見当たらないという。伊達一族は昔からよく本拠地を移転しているが、正宗の時代は両国の拡大や豊臣徳川政権との関係で最も移転が多い。米沢城天正12年天正17年、黒川城天正17年天正18年。 米沢城天正18年天正19年、岩出山城天正19年慶長5年、仙台城慶長5年官営4年若林城、官営4年官営13年随法殿に安置されている正宗の木像。普段、扉は閉じているが、正宗の命日など年に数回開帳され、木像を拝むことができる。墓所は、仙台市青葉区玉屋家の随宝殿。 その他、位牌が、若林区荒町の正殿やんと松島町の、随岩寺と京都府京都市名を信寺達中万頭院に、あり、神として、青葉区青葉町の青葉神社に祀られている。また、供養母が、他の大名などと同様に、高野山奥の院にある。随宝殿は、正宗の死後、伊達忠宗によって、官営14年10月に建立された。昭和6年に、 旧国宝に指定されたが、昭和20年の戦災で消失し、現在の随法殿は、昭和54年に、仙台市により再建されたものである。再建に先駆けて、昭和49年には発掘調査が行われ、遺骨の学術的調査から、身長は159.4センチであることや、意外毛髪から血液型が B 型であることが判明した。死病により、 上顎の左右の剣士以外はすべて抜け落ちていた。天正17年に米沢で落馬し、骨折した時のものと思われる左飛骨の骨折の跡も見つかった。また、副装品として立ち、具足、薪絵を施したすずり箱、鉛筆、懐中美、時計剣磁石、懐中鏡、キセル、銀製ペンダント、黄金製のブローチなど、30点余りが確認されている。 ありがとうございます。